ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DL でなると申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さんお世話になってます。ではね、続きやっていきたいと思います。一つコメント、ルミナンスルミナさんからのコメントです。ダルさんクリアを目指して頑張ってください。私的には戦闘はできれば一つに見えるようにしてほしいですというコメントいただきました。ですね、一つの方だと、あれか、コマンドは見せないようにすればそうなれるのかな。これ結構確か意見分かれてたんだよなぁ。まあいろいろやりながらやりたいと思います。はい。絶対意見がね、あれすることはないと思うんで、ガッチすることはないと思うんで、まあいろいろとですね、試しながらやっていきたいと思いますが、結構忘れちゃうと思うんで、まあいろいろとっていうことでお願いいたします。このゲーム、珍しいよね。はい、頑張る。あ、旅の途中でいいんだ、了解。よっ。ひようね姫。黒騎士か、黒騎士か。とりあえずセントスタイン城のこの探索を。これ教会か？違うな。紋章か。あそこら辺からなんか事件が見えてきそうな気はしますね。仮面の下あれはまるで鹿丸。マジか、シビとか。だいたい回れたかな。うん、回れたね。さあ、じゃあ一見といきますか。おお、なんか妙に巻き髪の女の子だな。うわ、うん、客人か、すまなかったな。どうもどうも。お主上官、そうです、参りました。手を貸しましょう。黒騎士はこのフィオーネを狙っている？それは本当の話なのかね？約束の時間までにフィオーネをシュタインコという場所に届ける。ああ、じゃあ間違いないね。しかしわしはその言葉は黒騎士の罠だと思っている。ああ、なるほど。それへわしはお主のような自由に動ける人材が欲しかった。あらあら。正義感の強い娘、この件に責任を感じておるのだろう。それでは誰よ、これからシュタイン湖に赴き黒騎士の正体を確かめてくるか。はい、裏手、北の橋を渡ってさらに来た、了解。はーい。じゃあまあ頑張っていきますか。そんなに強い敵じゃないと思うんだ、序盤だし。どうにかすればあの円形の部屋にたどり着けられるぞ、これ。どうしよう。多分これだな。なんかあるぞ。円形の部屋にはね、何かありますよ。これ地下もあんじゃん、よく見たら。お薬ください。じゃあ、渡そうか。多分持ってるよね。今、グラビア動画って見えたんだけど、違う？ん？グラビア動画に見えた。ちょっと早かったんだけど、ちょっと確認します。グラビア動画だったらね、勇者歓喜だろ。待って。道具かな？あ、ごめん。グビアナ道具だったわ。ごめん。グラビア動画じゃなかったです。残念。いやー、
皆さん知ってます？グラビアアイドルが実況上げてんの知ってますか？浜田ゆりさんって方なんですけどね、浜ゆりの愛称で大人気な、今超絶人気なグラビアアイドルなんですけど、びっくりしましたわ。水着の女の子が実況やってんだもん。びっくりしたわ、ほんと。ねえと思って。しかも知ってたからさ、浜田ゆりさんのこと、浜ゆりの。浜ゆりだと思って。見てみたらさ、水着着て実況してんの、足の猫。驚いたわ。速攻チャンネル登録しましたよね。ピャーってさ、チャンネル登録しました。あ、鍵がかかってるパターンか。盗賊の鍵みたいなやつが必要なんですか？すごいですね。自分が実況始めた時とはもう本当にね、あれが違いますね。もう世界が。いいですね。どんどん進化していって。なかなかね、いろんなことに挑戦していくことはね、大事なことですもんね。事務所からやれって言われたりしてやってんのかね、どうなんだろうね。スライムゼリーって確か持ってたと思うんだけど。やったー、力の種だ。挟まった。にゃー、抜けた。さすがにスライムゼリーじゃその隙間は無理だろうな。クリア。力の種を使う。よし、いいね。だいたいかな、だいたいできたのかな。もうちょっと回ってか、オッケー。セントシュタインジョはだいたい見て回れたような気がしますが、どうでしょうか。まあ取り逃しあっても、まあ大してあれはないでしょう。問題はないでしょう。これ気になる。さすがに何もないか。では行きますか。北の北か。セントシュタイン城、北の北。まだ地下あるな。まだあるな。あるなら行きたくなるよな。牢獄っぽいね。じゃあ多分入れないかな、牢獄は。いや。すごいな。足かせついてるのに、あんなスピードで起きてくるとは。囚人ですね。囚人監獄島でしたね。城の中にあるんだからびっくりだよな。黒騎士退治をやることになりそうですね。ベジータが。こっから出れるか？出れねえか、やっぱダメか。じゃあ一回外出ないとダメですね、これはね。じゃあコメント一ついきますか。じゃあこれ、ケロケロケロッピさんからのコメントです。ナイはめちゃくちゃやり込んだなー、てんてんてん、ダルさん頑張ってくださいというコメントいただきました。ありがとうございます、頑張ります。やっぱね、9にしても、7にしても、8にしても、何にしてもね、やっぱね、やり込んだ方々がね、結構コメント残される方が多いですね。懐かしいなーって感じで結構見る方が多いんだと思います。ありがたい限りですね。じゃあ、今回は、コメントでも読んだ通り、上画面のみでいきますか。こんな感じになるわけですね。上画面のみだとね。で、フィールド歩いてるときは、じゃあ上下画面表示しないとあれなんないんで。ここら辺の敵倒す意味が今んとこあんまりない気がするんで。レベル上げはちゃんと裏でやるから。ご安心よ。言われなくてもやるから俺は。なんかいる。新しい敵は戦っていきましょうね。なんかカマキリみたいな。猫魔導か。序盤の猫魔導強いんですよ。あ
あの魔法攻撃を打ってくる相手はね、序盤は本当に鬼畜なんですよね。いくら防具強くしてもね、魔法ダメージはね、えぐいほど食らうからね。身の守り、器用さ、魅力、回復魔力、攻撃魔力、そう、防御の魔力は特防的な感じじゃないんだよね。多分防具で、例えば鉄の盾とかつけると、まあ火のダメージ軽減とか、そういうのがあるんだよね。多分そういう系統だと思うんで。とりあえずメタル切りはまだか。じゃあとりあえず12で。スキルの割り振りもコメント来てたな、確か。猫窓を、お、新しいやついますね。レイピア買ってきて正解だったな。ウパソルじゃん、ほんとだ。お化けキノコで眠らされたくないから先こっちかな。あ、強い。ウパ強いわ。うわ、ウパ強いわ。ポケモンのウパ強くないのに。ソルジャーになった瞬間、この強さか。え、経験値すっげえもらえるよ。上下画面表示で。なんかいますね、また。カタツムリか。あ、カタツムリとカエルの融合体？うわ、強そうだな。うわ、ダメージ量がえぐい。防具強めてきたけど、これでもか。うわ、舐め回し。あー、大丈夫かな。これは、多分、舐め回しは身震いして一回行動不能か。多分そんなもんだな。敵が強い。さあ、湖到着ですね。ここですね。さあ、黒騎士は？いなさそうですね。ちょっと待とうか。でもやっぱりやってこなかったかな。ぶっち。ギャルいな。マジっすか。いたね。なかなか強そうですね。誰だ貴様。貴様に用はない。姫君はどこだ。姫君を出せ。骸骨剣士だな。はい、ということで今回はね、ここまでにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。